フカさんにキアナちゃんの勉強を見てもらえるようにお願いしないと。私と一緒にお散歩に行きませんか？私と一緒に。ここが、ええ、カスラナの本当の聖魂空間です。パパはここにいる。行きましょう。ジークフリートさんを助けに。されていく。慌てないで。聖魂のルールは聖魂で超えましょう。シャニアテの名で命じる。黒煙に咲く白虎よ、その力を全て解き放て。そうだ、今日はお前の誕生日だったな。今まで祝ってやれず本当に父親失格だ。でかいケーキを買ってちゃんと祝おう。
リリアちゃん、リリアちゃん。誰の声？夢を見てるの？確かにここは夢の中だよ。あなたが今まで感じてきたいろんな感覚は全て真実の世界の歴史が聖魂空間に投影されたものなの。わからない。やっぱり夢を見てるんだね。じゃあ簡単に言うよ、リリアちゃん。あなたは夢の中に閉じ込められてるの。自由を取り戻したければ夢から脱出する方法を探さないといけないんだ。それにあなたは一人じゃない。ロザリアちゃんもあなたの夢と一体化してる。早く夢のおかしなところに気づいて、そして目を覚ましてね。めまいが。なんで部屋が揺れてるの？揺れてるのは私自身か。まずいことになっちゃう。あ、リリア、やっと気がついたのね。ねえ、聞いて、大変なことになったの。私たち、罠にはまったのよ。罠にはまった？ちょっと待って、まさかホーク。もちろん違うわ。単なる崩壊獣なんてウォッカガールズの敵じゃないでしょ。あれ？でも崩壊獣は、もちろん映画の中のモンスターなんかじゃないわ。リリア、あなたこそ夢と現実の区別がつかないバカよ。やっとリリアのことをバカにできる機会が来たわ。って、ちょっと待って。これじゃあ、私もバカじゃない！ロザリア、一体何を言ってるの？どうやらリリアはまだ何も分かってないようね。じゃ、賢いお姉ちゃんが答えてあげるわ。実は、ずっと夢を見てるのよ。私たちは夢の中に閉じ込められたの。うん、そういうことよ。しかもこの夢はずっと同じ日を繰り返してるの。つまり夢じゃなきゃ、私たちが拾った貝殻はとっくにソルトレイク基地の量をいっぱいにできたはずよ。
リリア、まだ信じてないの？考えてみて、夢じゃなきゃなんでブローニャやゼーレのことを忘れたの？そしてテレサちゃん、赤い髪と青い髪の博士やみんなのことも。それとも、リリアは夢の中の方がいいっていうの？もしそうだとしたら、そうだとしたら…ダメよ！たとえそうだとしても、あなたをここから連れ出してあげる！夢の中には食べきれないほどケーキがあるし、ずっとゲームしててもいいけど、夢は所詮偽物でしょ？夢の中でいくら貝殻を拾っても現実には持っていけないじゃない。ブローニャたちにも見せてあげられないでしょ。それでもう、ロザリア、うるさいよ。私の言うことを聞いて、バカロザリア。夢の中なんてもちろん嫌だよ。でもちょっと怪しいと思わない？怪しい？そう、ここの全てがおかしいの。でも一番おかしいのはロザリアがそんな合理的な判断をしたってところ。何よ、当然じゃない。私は頭がいいんだから。まあ実は変な緑色のお姉ちゃんに起こされてそれを伝えられたんだけど、それに私たちの夢は今日なんだっけ、とにかく私たちは同じ夢を見てるから、会いたいとずっと念じてればリリアの夢に行けるって。そうやってこの強くて賢いお姉ちゃんが助けに来たってわけ。どう？感動したでしょ、リリア。バカロザリアと同じ夢を見てたなんて本当に屈辱。でも姉妹だから仕方ないよね。リリア、何をブツブツ言ってるの？感動で訳が分からなくなってるのかもしれないけど、今はやらなきゃいけないもっと大事なことがあるでしょ。この夢をぶち壊してブローニャたちを探しに行くのよ。それってここから脱出する方法が分かったの？もちろんよ。まずは強くぶって、できるだけ強く。ほう？抜いたー！おかしいわ。なんで聞かなかったの？聞く方がおかしいよ、バカ。
こうして夢を見る者の夢の中で夢を見られる者は目を覚ました。有限の夢は無限の魂に吸い取られ、徐々に干からび、何の願いも潤せなくなる。そして夢見る者は乾いた夢の抜け殻をまたぎ、宇宙の気配と形をかすかに感じた。私の物語もこれでおしまいにできれば一番いいんだけどね。まさかロザリアちゃんが先に夢の真実に気づくなんて。夢の中のリリアちゃんに違和感を覚えたのかな。大雑把だけど細かいところに気がつくお姉ちゃんだね。それとも単純であればあるほどしっかりした意志を持ってるものなのかな。残念だけど、この特殊な時空が予測不能になってしまうのを防ぐためにも、私にできることはここまで。これからはあなたたちの努力次第だよ。夢の束縛を断ち切るにしても、定められた未来から脱出するにしても。私にサプライズを見せて。歴史と未来の執筆者たち。そして私は。将来、美しい世界をスムーズに降臨させるために、私も頑張らないとね。
あんまり寝てちゃダメだよ。今度は なるほど。乱雑な夢だったね。彼はとても不幸な人みたい。あなたの美しい願いを打ち破ってしまってごめんね。でも心配しないで。あなたが幸せになる姿が見えたから。夢とは全然違うけど、こっちの方があなたが思いついた何かよりも美しくて堅実だと思うよ。頑張って夢から脱出して本当の幸せをつかみ取ることを願ってる。限りない未来、尽きない可能性は、そういった矛盾する自我があってこそ意味が存在する。本当に不思議だね。そんな命を不変の夢に閉じ込めるなんてひどすぎるよ。成婚計画自体も本質では無限を追求してるとはいえ、無限の可能性が潜んでる独立した個体を失ったら、この星はどれだけ寂しくなるんだろうね。よし、時間がない。このまま頑張ろう。空間の保護システムを起動させてしまったのかな。彼女たちに影響がないならいいんだけど。エラ、気をつけよう。エラ、
かしいね。こっちも阻まれてるなんて。まさか夢に干渉してるってことがヨルムンガントにバレたの？そんなはずないよね。疑似時間結晶の中で私はそんな未来を読んでなかった。何はともあれ、これは傍観者である私が世界と彼女たちのためにできる最大限のことだから。うん、次の夢を探ってみよう。人間が作り出した特殊な生命体も夢を見るの？ううん、狭い定義での夢見というより、これはむしろ知識の伝播といった方がいいのかもしれない。子供時代と別れを告げるって、そういう意味もあったんだね。聖魂計画が月の空間に作った障壁のせいで、この物語を見落とすところだったよ。それと、人間の意志と選択は、時にこんなにおかしくて悲しいってことを忘れるところだった。でも、だからこそ、より感動的なものになるんだよね。それがあなたたちの決意なら、助けてあげる。たとえこの長くて無限の過去と未来のために、あなたたちの瞬間を記録することしかできなくても、あなたたちの努力が、あなたたちの創造主が望んだようにこの世界に変化をもたらすことを祈ってる。もちろんいい方向にね。よし、続けて進もう。ちょっと待って、これは。制服の律者でも、個体生命に対しての聖魂計画の束縛を永遠に断ち切れなかったの？知っているはずだ。何をしようにも、それなりの代価が必要であることを。あるいは、外来者とでも呼ぼうか。制服の律者でも、個体生命に対しての聖魂計画の束縛を永遠に断ち切れなかったの？知っているはずだ。何をしようにも、
それなりの代価が必要であることを。親愛なる侵入者殿。はじめましてだよね、ハイヘビ。確かに初めましてだ。しかしすでに以前から君の噂はかねがね伺っている。成婚計画が始まったあの日、ハイペリオン号は謎の失踪を遂げた。探知されないある特異点に隠れたようだ。一晩たち、律者を一時的に拘束していた世界の泡は不思議なことに活性化し、こういう世界につながった。それとほぼ同時に、天命とネゲントロピーはそれぞれ虚数侵入に隠された特殊な情報を観測した。そして彼らは当初作戦の維持に成功する。それ以外にも。もうそれ以上は言わなくていいよ。あなたの調査は完璧だね。何？普段は探偵小説を読むのが好きなの？秩序を維持するための本論に過ぎない。しかし面白いことに、私の調査が細かなところまで行き届いていたとしても、君がどこからやってきたのかについては全く見当がつかない。それはもちろん教えないよ。まあいい。これは敵に対するただの友好的な好奇心だ。根源がわからなくても、君のことを外から来た異物とみなすことに変わりはない。言い方は粗雑だが、ほぼ同じだろう。成婚計画にこれだけのトラブルをもたらす無名の人物がいるとは思えない。正体不明の外からの力を除けばだが。特別な生命だというなら、孫子の苦労を理解できないのはなぜだ。私を困らせる君のような存在も、律者や覚醒者である新人類も。さっきの夢もあなたが？残念ながらそうだ。彼女たちは地球の秩序を再構築するのに必要不可欠な歯車だが、孵化する間に取り返しのつかないミスをしないように、その鍵となる一人を夢で休んでもらうことにした。それに夢の内容から見れば、それも彼女にとって悪いことではないだろう。歯車。道具として存在する。それは十分に幸せなことではないか。道具にすらなれないものは
ここに残すしかないのだから。こうしてみると、人類として生まれてきた以上、やはり役に立った方がいい。何しろ、今の地球は狭すぎる。廃棄物のための空間は多くない。まあいいや。生まれながら義務を背負ってるあなたにとって価値と意味から離れた考えは難しいでしょ。だからより人間に近い観察者としてあなたに一つアドバイスをしてあげる。人間には最初から価値もなければ意味もない。客体化の概念がないからこそ、彼らは全てを超える潜在能力を持ってるんだ。人文的な思いやりというものか。おそらく、天命やネゲントロピーの偽善者なら、君と共通する言葉を持つかもしれないが、何しろ民族の安定を維持するために文明は慰めの薬を必要とするからな。だが今はもう過去の民族は存在しない。実に残念だ。君は誤ったタイミングで誤った陣営を選んだ。へえ。しかし不要かもしれないが、ヨルムンガンドは彼らのために人文的な思いやりを送らないこともない。それが同じ日を繰り返すホログラフィック映画なの？大いなるかな権限、万物を取りで始め、すなわち天を滑る。彼らにとってそれが世界の全てだ。そして宇宙でもある。ここの素材は全て人類の真実の記憶から取ったものだ。外部の力の介入がなければ、それは完全に理想的な、何の欠陥もない彼岸の天国。ある同僚はいつもこの言葉を口にしている。人間は信じたいものだけを信じると。全てが支離滅裂になるのを眺めて、避けられない死で永遠の弱滅に陥るより、理想的で美しい永遠を迎えた方がより人道主義に合うのではないか。人間はここで止まったりはしないよ。私はそういう未来を見たから。ほう、侵入者の特権か。特権というより個人の信念と言った方がいいと思う。私はただもっと人間を知ってほしいだけ。だから別にこれもやりすぎじゃないよね。
友達からもらったただのキャンディーだよ。彼女たちの夢は虚数空間の造物だから、こういう形であれば彼女たちが触れてる全てを私たちも感じられるの。どう？甘いでしょ？わあ、おいしい。でも、キャンディーをくれた友達は、夢の中のキャンディーは味もないし、ゲームも面白くないって言ってた。そして、もう一人の子の夢に落ちていったんだ。多分、あの子が欲しがってたのは、キャンディーそのものじゃなくて、それを手にした瞬間か、他人とシェアする瞬間だけなのかもしれないね。だから、心配しないで。彼らの夢には何もしてないよ。ただ、あの夢たちは、あんまりにも脆弱すぎたから、ちょっとした振動だけでもバラバラになっちゃうの。目下の問題が差し迫っていなければ、彼らに10年、20年、もっと時間を与えたら、すべての人は、自分が夢の中にいると気づくはずだよ。そうなったら、そのいわゆる天国も、どうしようもない地獄になっちゃう。ま、ホログラフィックゲームは面白いけど、ずっとゲームの世界に閉じ込められたら、それは別の話だよね。滑稽だな。聖魂とはすなわち人類の思考と意志の結晶だ。人類が夢と一体化した瞬間、聖魂空間は人類の全てを有する。つまり君もまた覚醒していないもののように、自分が信じたい答えを信じているに過ぎない。でも、人間には答えなんてないもの。あるいは、多くの人は自分が欲しいものすらわからないと言った方がいいかもね。迷うから追い求める。追い求めるから執着する。そしてその苦しい過程で偉大な行動を成し遂げ、奇跡を作る。そして最初の迷いを振り払うの。だから、歴史を再現することしかできない夢では、現実世界で彼らが作った未来をシミュレーションできない。そんな欲求や貪欲、あるいは予測不可能なところ、そのすべてこそが私が人間を愛する根本的な理由だよ。人間が夜に夢を見るのは、昨日の自分にさよならを告げ、新しい明日を迎えるためなんだ。うまいことを言う。ただ、それは一体、聖魂計画とどう関係があるのだ？私が背負うべき責任は、人類を理解することではない。聖魂空間を守ることだ。聖魂計画は絶対に失敗しない。私たちが死んでも守りたい真理は、それだけだ。つまり、夢から目覚めようが目覚めまいが、
旧人類の明日はもう存在しない。故にこの結論に帰結する。この文明の子供時代を終わらせるために彼らには道を譲ってもらうしかない。うん、理屈も情けも通じない敵なんて手ごわいね。こうなると知ってたらあなたを本当の主人公に任せてたのに。でも彼女たちが期待する未来がより完璧な形で訪れるようあなたの行動を制限させてもらうよ。侵入者を見くびらないでよね。詳しくないようだ。聖魂空間には人類の全ての意識と認知が集まっている。つまりいかなる存在もたとえ君のような異様な存在でも人類に近い意識さえ持っていれば聖魂計画に捕獲される。あなたは私と対峙した本当の目的はそれなの？捕獲するための時間稼ぎだったってわけ？そうでなければ君に旧人類の話をするほどの興味など持てない。実を言うと彼らが私の前で逆立ちして歩いても何の驚きもないのだ。
君は知恵を絞って人類のために演説をしていたが、その全ての発言は聖魂計画が君を獲物として狙いを定める要因となった。外から来た異物、それが何だというのだ。聖魂計画の下では何者も孫子の意志を超えることなどできない。あなたは私も夢を見ることができるというの？だけど、逆に安心できたね。ここで退場するなんてちょっと悔しいけど、やらなきゃならないことはもう終わったから。だから、これは逆に証明なの。今までやってきた全てが無駄じゃないという証明。人類のように自分に感動しているのか？あなたも心で人間の夢を感じてたら、そんなことは言わないんだろうね。どうした？心臓血管手術の指南でも求めているのか？面白くない冗談だね。私はこの世界の最も可能性が高い過去と未来を観測できる。生まれてからずっと人間に新たな可能性を見せて、彼らにより良い未来をもたらそうとしてきた。けど確信してはいなかったんだ。人間にとってより良い未来が一体どういうものなのかを。私のサポートは本当に意味があるの？独りよがりじゃないのってね。でも最終的に聖魂計画は私を捕獲した。これで私のサポートは止められたけど、でもこれは人間の意志が私を認めてくれたってことだよね。これでやっと確認できた。これは私の独りよがりじゃないって喜ぶべきことでしょ。時空の流れに対して自在に干渉する潜在能力を持つ異物である君の見識の浅さに驚いたよ。一般人の時間の概念から言うと、傍観者として私がこの世界のために与えたガイドは1時間ごとに数万件はある。でもそういった機械的な作業よりも心で彼女たちのことを支えたいと思ってる。人間の視点から言えば、疑似時間結晶の中で私と彼女たちが向き合う時間はほぼ無限にあった。まるで長くて山あり谷ありの物語を読んでるようだったよ。物語の人の喜怒哀楽に感情移入してたんだ。彼女たちの喜びで笑い、
彼女たちの悲しみで涙を流す。そして今、物語はクライマックスを迎えようとしている。私が好む未来を彼女たちに渡すよりも、彼女たちにこう言ってあげたいんだ。お疲れ様、私はいつもそばにいるよって。私はそういう役になりたいから。世界を凌駕するような発言だな。だが残念なことに、この世界の調整者は一人で十分だ。どの存在のあり方にも必ず限界があるとはいえ、新しくしたいなら過去に無視された本体の潜在能力を利用するしかないって認めるべきでしょ。けど残念なのは、ううん、あなたたちはもう理解してると思うよ。ただあなたが知らないだけ。さようなら、世界の侵入者。もし君が人類に目をくらまされていなければ、私たちはもっと交流できたはずだ。メイ先輩、どうしたの？キアナちゃん、メイ先輩、あそこの椅子でちょっと休まない？大丈夫よ。さっきはなぜか急にめまいがしたけど、今はだいぶ良くなってるから。まさかジェットコースターのせいですか？さあどうかしら。そんなわけないでしょ。メイ先輩が乗ってた時は何もなかったのに。ええ、さっきはキアナだけが叫んでたせいでブローニャの耳が痛くなりました。なるほど、わかりました。きっとキアナが大声で叫んだからメイ姉様の具合が悪くなったに違いありません。ちょっと、それならメイ姉様まだ遊び続けますか？もちろんよ、先月約束したでしょ。それに少なくとも連休なんてめったにないもの。それともキアナちゃんはもう満足できたのかしら？え、まだだよ。あと一日は遊べるもん。ううん、一週間でも。バカキアナ、
明姉様はキアナが遊びたいと分かっていたからそう言ったんですよ。ブローニャどうした？大損でもしたような顔して。見てなかった？さっきめちゃくちゃ美人のガイドさんがアトラクションを紹介してたのよ。ああ、さっきはなんでバカみたいに自分で乗っちゃったんだろう。そろそろ遅い時間だ。帰って夕飯にしないと。いい子にしてたら来週また連れてきてあげるから。そうね。小さい頃はみんなお父さんやお母さんにそばにいてほしいものよね。こんにちは。この辺に何か面白いアトラクションはありますか？君たちは初めて来たんだよな。僕は2回も年パスを買ったよ。それでも飽きてないんだ。僕に言わせれば乗ってないものは全部試してみるといいよ。キアナちゃん、ブローニャちゃん、次に行きたいアトラクションは何がいいか考えた？見えたやつに乗ろうよ。それが一番楽だから。ブローニャは？はい、ブローニャもそれでいいと思います。この道に沿って行けばまだ遊んでいないアトラクションがたくさんあるはずですし。それじゃあ出発しましょう。長く並ぶ必要がなければいいわね。可愛い少女たち、さっきはどれで遊ぶっていう話をしていたわよね。でしょ？あ、そうだよ。相談しても答えが出なかったから適当にたどり着いた先のやつに乗ろうかと思って。あら、悪くなさそうね。でもアトラクションがこんなにあるのにこの道にあるものだけを遊ぶなんてもったいないと思うわよ。つまりプロの助けがなければ並ぶだけで時間がかかっちゃうわ。この道にあるものを体験しただけで閉園になっちゃうんじゃないかしら。それで何も知らないお姉さん、あなたが助けに来たプロなんですか？ご名答よ。頭がいいのね。ご覧の通り、私は遊園地のガイドさんよ。主な仕事はもちろん、可愛い女の子たちの質問に答え、案内して楽しい時間を過ごしてもらうこと。でも、入園するときは別にガイドサービスなんて頼んでなかったよ。今からでも遅くはないわ。ほら、あそこの自動受付機を見て。ホーム画面のスタッフ案内から五つ星ガイドの妖精さんエリシアを選べばいいの。簡単でしょ？こうしてこう、ほら、コードをスキャンすればいいだけだから。ああ、
ょっと待ってください。少し考えさせてくれませんか。バカキアナ、彼女のことをおかしいと思わないんですか。そういえばちょっとね。メイ先輩はどう思う？私はさっきのお客さんが言ってた超美人のガイドっていう人が彼女なんだと思うの。外見だけで判断すれば確かに合っています。態度も私の知っているガイドさんはみんなこんな感じよ。じゃあメイ先輩はガイドサービスを申し込むってことでいいよね。ええ、メイ先輩がそう言うなら。じゃあエリシア、これからよろしくね。お役に立てて光栄よ。そういえばまだこの白髪の可愛い子ちゃんの名前を聞いてないわよね。私はキアナだよ。キアナ・カスラナ。月の女神、素敵な名前ね。ありがとう。あんたの名前も素敵だよ。ええ、私もそう思うわ。だから当ててみて。エリシアにはどういう意味があると思う？なんだかその質問ちょっと意地悪だね。エリシアの意味、エリシア、その名前どこかで聞いたことが。メガホン。あら、ついたくさん喋っちゃったわね。やっぱりキアナみたいに優しくて可愛い女の子には逆らえないわ。このままじゃプロの私でも遊びたいアトラクションを全てガイドできるって保証できないかもしれない。とにかくみんな妖精さんについてきて、楽しく出発しましょう。メイ姉様、どうかしましたか？そうだよ、さっきから口数が少ないんだよね。あ、うん、私はクレーンゲームが終わった後どんなアトラクションにしようかって考えてただけよ。そういうことはガイドさんに任せてちょうだい。メイはただ
お客さんとして満喫すればいいのよ。これが遊園地で最も人気のアトラクション、クレーンゲームよ。わあ、すごい大きいクレーンゲーム。ぬいぐるみじゃなくてブローニャたちを掴もうとしてますね。だってブローニャってばぬいぐるみと同じくらい可愛いんだもの。それに私たちのような可愛い女の子にはこういう可愛らしい遊びが似合うでしょ。その理屈が合っているかどうかはさておき、それとこれとは話が別だと思います。細かいところは気にしないで、特別なクレーンゲームだとでも思ってね。特別クレーンゲームを始める前にまずは担当を決めましょう。メイ先輩は具合が良くなかったんだよね。じゃあメイ先輩に私とブローニャを捕まえてもらおうかな。構いません、ブローニャは負けませんから。ブローニャの行動を予測されるなんて。メイ先輩、どうして私ばっかり狙うの？先輩ってば、絶対わざとだよね。キアナの反応が遅いからでしょう。どうだった？みんな楽しめたかしら？もちろんだよ、案内してくれてありがとう。でもエリシアは一緒に遊ばないの？人が多い方がもっと楽しいのに。私はガイドだもの。遊んで本来の仕事を忘れちゃったらまずいでしょ。それにクレーンゲームはあくまで会員メニューの一つ目のアトラクションよ。フリスビーやバイキング、バルーンシュートとかはいつも長蛇の列だからまだ遊んでないのよね。ちなみに私の一番のおすすめはバルーンシュートよ。バルーンシュート、面白そうですね。私は構わないけど、メイ先輩はどうする？みんなと一緒なら何でもいいわ。仲が良くて
て羨ましいわね。それなら次のアトラクションはバルーンシュートにしましょう。着いたわよ。バルーンシュートは普通に見えるわね。クレーンゲームと同じように複雑なデザインなのかと思ったわ。メイは分かってないわね。乙女のゲームには優雅さと余裕が必要なの。複雑すぎるデザインなんてむしろ美しさが台無しになっちゃうわ。乙女のゲーム、どこかで聞いたことがあるセリフね。とにかく今回は3人で勝負しましょう。ふふん、カスラナ家のガン型の凄さを見せてあげる。重曹ウサギは負けません。すごい意気込みね。メイも何か言わないの？あ、遠慮するわ。ゲームだと思ってるのは私一人だけなのかしら。三人目の選手は少し照れてるみたいね。それなら直接本番に入りましょう。キアナちゃんとブローニャちゃんがこんなに静かになるなんて珍しいわね。まあいいわ、今はバルーンに集中しましょう。さすがメイ、楽勝だったわね。予想外の結果だわ。メイってば射撃の才能があるかもしれないわね。三人ともまだまだ遊び足りないって顔してるわ。じゃあバルーンシュートもう一回やってみる？静かね。二人はゲームが始まると何も喋らないもの。集中しすぎてるのかしら。予想外の結果だわ。メイってば射撃の才能があるかもしれないわね。エリシア、同じ言葉を繰り返してない？え、そうかしら。きっとメイの聞き間違いよ。いいえ、聞き間違いなんかじゃないわ。キアナちゃん、ブローニャちゃん、二人とも気づいてる？うん、確かに同じ言葉を2回言ったね。 SF 映画に同じ言葉を何度も繰り返す人がいたら、相手は人間じゃなくてアンドロイドだと思いますね。ブローニャの仮説は結構大胆ね。
じゃあ確認してもらおうかしら。例えば私の顔をつねったり手を握ったりしてね。今のはただお客さんの満足度を上げるためのガイドさんの話術かどうかを確かめたかっただけよ。もうどうしてみんな目的がないと人を動かせないって思うのかしらね。私たち仲のいい友達になったって感じてたのに。友達？とにかく私がアンドロイドかどうかはさておき、少なくとも今まで私はガイドとしての責任を果たせてるのよね。このまま別れちゃったら遊園地でもう二度と出会えなくなるかもしれないわよ。私のような美少女と会えなくなるなんてみんなは残念だと思わないの？それはどうして私の気持ちが。だからね、もう少し私のことを信じてみてね。エリシア、次のアトラクションは何？だからね、もう少し私のことを信じてみて。ね？どうやらメイはもう決めてるみたいね。じゃあ私も本気にならなきゃ。本来ならジェットコースターをもう一度体験してもらおうと思ったけど、賢いガイドさんは予定を変更するって決めたの。これから体験するのは遊園地の隠しアトラクションよ。着いたわ。でもここには何もないみたいだよ。宝探しゲームだもの。お宝をスタート地点に置くなんてつまらないでしょ。まあ本当にそうしたらそれはそれで独創的だと思うけど、もちろんキアナがもっとストレートなゲーム、例えば私に抱きついて甘えたりするのがいいならお宝を直接渡すこともできなくはないわよ。いいよ、そういう意味じゃないから。エリシア、宝探しゲームが隠しアトラクションなら私たちが探すべきお宝って一体。内緒よ。それが一体何なのか、どんなところが特別なのかについては見つけたらわかるわ。どうしたの？不正をしてガイドさんから有益な情報を聞き出すつもり？メイはずるい子ね。こういうゲームは自力で頑張って探した方が面白いわよ。それに私は
メイのことを信じてる。メイならきっと本当のお宝を見つけられるはずよ。バージョンだけで見ると私たちの持ってるガイドブックと違うわね。かなり前のものかしら。でも汚れが一切なく新品みたいですね。日付は空白？私の生徒手帳？どうしてこんなところに。あ、特別かどうかだけで考えるとこれがエリシアの言ってた一つ目のお宝なのかもしれないね。なるほど。なんだか私のお宝に対する認識が少しずれてるみたいね。でもまさかこれを取り戻す日が来るなんて。いつどんなところでなくしたのかも覚えていないのに。そういえば同じ学園だけど千葉学園とセイフレイヤは全然違うわよね。最初は確かキアナちゃんは勉強じゃなくてジークフリートさんの行方を探すために学生をしてたのよね。そしてそれは動きやすい肩書きに過ぎなかった。そうだね。メイ先輩とは同じ学年じゃなかったし、あの頃の私たちにはあまり接点がなかった。私の知ってるメイ先輩もライデン女王というあだ名くらいかな。つまりウラルの銀狼と同じように千葉学園にいたメイ姉様にもそういう有名なニックネームがあったんですね。ある角度から見れば確かに有名だったかもしれないわね。でも別にいいことじゃなかったわ。でも今振り返ってみるとどうしてそうなったのかも理解できるわ。裕福な家庭、成績優秀なのに口数が少なくて登下校はお迎えが来る。そんなお嬢様と友達になるなんてみんなハードルを感じてしまうもの。
だから利益で動くのも必然よね。でもあの頃の私はそんな関係を当たり前だと思ってた。家に思わぬ出来事があって、私はようやく自分が空中楼閣の中で生きてたことに気づいた。多分あの頃の私は本当の友達が欲しかったんだと思うの。もちろんみんなの前で私をかばわなくても、雨の日に傘を貸さなくてもいい。ただお昼休みに一緒にお話しして、一緒にお弁当を食べてくれれば。そんな友達がいたら、当時のことを思い出した時に少なくとも辛さを感じることはなかったはず。そうだね。え？どうしたの？メイ先輩。なんでもないわ。せっかく一つ目のお宝を見つけたんだし、急いで次のお宝を探そうよ。好きそうな模型だわ。この模型もお宝になりますよね。お宝でしたらブローニャは遠慮なくもらっていきます。しまっておきましょう。技じゃないわ。剣道の中で最も基本的な練習の動作、素振りよ。待って、さっきまで元の場所にいたのよね。だってメイがすぐに二つ目のお宝を見つけたんだもの。どう？特別でしょ？これは初めて剣道の稽古をした時にお父様からもらったものなの。確かに十分特別だけど、私の家の倉庫にあるはずのものが急に遊園地に現れるなんておかしいと思わない？なんて言えばいいのかしら。設計者がメイのために特別に作ったゲームだもの。お宝がメイと関係のあるものでも自然でしょ？それに仲間たちと遊園地で様々なアトラクションを満喫したついでに過去の体験と記憶を取り戻すなんて、メイは嬉しくないの？私は…
しいかどうかについては、そうね、嬉しくないことはないと思うわ。メイは優しい女の子ね。でもたまには素直になった方がよりいい結果を得られるかもしれないわよ。よりいい結果？エリシア、あなたの言う通りね。たまには素直になった方がよりいい結果を得られるわ。メイ姉様、どうかしましたか？メイ先輩、一体何を言ってるの？何でもないわ。ただ、まさかこんな稚拙な夢に振り回されてたなんて。本物のキアナちゃんやブローニャちゃんに知られたら、きっとからかわれるでしょうね。ブローニャちゃん、あなたはさっきこういう話をしたでしょ？ SF 映画に同じ言葉を何度も繰り返す人がいたら、相手は人間じゃなくてアンドロイドだと思うって。じゃあ、あなたの言うメイ姉様だって同じじゃないの？そしてキアナちゃん、あなたはすごくミスが多かったわね。私が無意識にボロに気づいていないふりをしてしまうほどに。私がゲームに集中してた時やエリシアと会話してた時、本当のあなたならさっきみたいに黙ってるはずがないでしょ。メイは完全に逆だるまさんが転んだの法則をつかんだようね。ええ、私が見てる時だけ反応し、私が別のところに注意を向けると動かない、だるまさんが転んだの逆バージョンって表現がぴったりね。でも全てが偽りだとしても、私はあなたたちにありがとうって伝えたい。だってここは遊園地だもの。まるで削除ボタンを押されたような退場よね。ロマンが足りないと思わない？そうね。久しぶりね、エリシア。はーい、久しぶり。そう返事したいけど、おそらく私はメイが一番会いたいエリシアじゃないと思うわよ。わかってる。ただこんな風に話してみたかっただけだから。私、メイの願いを壊しちゃったかしら。ダメダメ、もう一度やり直すわ。うん、久しぶりね、メイ。ええ、久しぶり。そんなに嬉しそうにしてるメイを見てると、ガイドエリの私も嬉しいわ。ガイドエリ？妖精エリを思い出したわ。彼女の仕事はデータ室の管理者だけど、私を導いてくれたことに関してはガイドとも言えるかもしれないわね。あら、もう一人の私がいるの？登場の順番から考えたら、その妖精エリとやらはガイドエリの先輩のようね。
お客さんを案内することに関して私は誰にも負けないわよ。それは私と彼女たちのあり方が違うからかもしれないわね。待って、どうして私の考えがわかるの？あら、つい。とにかく彼女たちは確実にメイ自身の夢よ。幼い頃絵に描いた友達のように、メイが信じなくなったら彼女たちの存在は完全に消えてしまうの。でも私はメイが受け継いだ刻印やこれから入手するお宝と関係がある。感受性としては純粋な存在じゃないけど、現状は安定性の方がずっと大事でしょ。なるほど。そう考えると、あなたが急に現れて私の注意を引いてくれなかったら、私は逆だるまさんが転んだの世界にいる事実に気づけなかったかもしれないわね。メイ、気を引くの方が正しいと思うわよ。変わってないわね。ところでメイはガイドエリのイメージにかなり満足しているみたいだけど。まさか他のイメージもあったりするの？もちろんよ。13種類もあって、それぞれ違うスタイルがあるの。でも私がどんな姿で現れるかはやっぱりお客さん次第なの。例えばメイの一番の仲良しが千号だったとしたら、私はガイド千号の姿でメイを導くことになってたわね。千号で例えると思ったわ。話を戻すけど、わざと体験したことのあるアトラクションに案内したり、会話中にエリシアが話した言葉を口にしたりしたのは、全てが夢だと私に気づかせるためだったのよね。その通りよ。でもメイはすぐに気づいてくれたわね。私の予測だと、メイは三つ目のお宝を見つけた頃にやっと違和感に気づくと思ってたわ。三つ目のお宝？それがあなたが言ってた本当のお宝なのかしら？本当のお宝が何なのか、何に使うか、どう探すか、どこにあるのか、それから私はなぜ私なのか、その存在意義とは、そんな複雑な問題については、実際、私にも全然わからないの。つまり、そのお宝を開ける瞬間にならないと、本当のお宝かどうかはわからないってことね。でも、何も知らないなら、どうして私が竹刀を見つけた時に。大丈夫、ついてきて。三つ目のお宝の場所に心当たりがあるの。心当たり？ゲームの考案者の考えそうなところを探せばいいってことよ。例えばあそこ。
絶対に何かが隠されてるって私の勘がそう言ってたのに。大丈夫よ、もう少し探しましょう。なんだかかえって効率が下がった気がするわ。メイ、心の声が聞こえてるわよ。どうしてここにあるのかしら。お母様が私のためにいただいてきたお守り。ガイドエリー、あなた。あら、少し急だけど、私やっぱり気づかれたみたいね。あなた、知ってたの？だったら私たち。教えてしまったら、メイが理解するよりも先に私は異物としてこの夢から削除されるはずよ。もちろん少し特殊なやり方で、例えばメイの懐に入ってタイミングを見て真相と私の気持ちが書かれたメモを渡したら有効かもしれないわね。でも、そのやり方が実現可能だとしても、やっぱりあまり選びたくなかったの。メイがガイドさんのエリシアと一緒にキアナやブローニャと遊園地で遊びたいって願ったなら、このめったにない美しい夢を前倒しして終わらせるわけにはいかないでしょ。私はガイドとしても刻印の延長としても、私はこれからメイと一緒に歩めないかもしれない。でも私はメイのことを信じてる。あなたならきっと本当のお宝を見つけられるはずってね。この瞬間の別れはきっと今後のロマンチックな展開のためにあるんだもの。なんて言えばいいのかしら。
設計者がメイのために特別に作ったゲームだもの。お宝がメイと関係のあるものでも自然でしょ？どうやら一つずつ細かく確認するしかなさそうね。どういうこと？絶対に何かが隠されてるって私の勘がそう言ってたのに。待って、もし全てが彼女の言う通りだったら。二者に問題がないのなら、問題があるのは私かもしれないわね。本当にバカだったわ。ただお客さんとして満喫すればいいのよ。ええ、その通りね。私はただ家庭を満喫して、そのついでに過去の体験と記憶を拾えばいいの。これは。美しいものを迎えるためにあなたは変わることを選んだ。力を手にするためにあなたは我慢することを覚えた。心と体を一つにするためにあなたは成長し始めた。本当のお宝をここに隠すなんて確かに独創的ね。
ゲームの終点はその起点である。螺旋と同じようにね。合理的でしょ。ビルビー、こんにちは。あらゆる刻印を受け継いだお嬢さん。お兄さんの可能性もあるのかな。まずクリアおめでとう。君が今見てるコンパスこそが宝探しゲームの本当のお宝で、君への贈り物だよ。でも大魔術師の作品なのに、一体どうやってそれを完成させたのか本当に気になるよ。大魔術師が折り紙の復元を提案した後、英傑たちみんなで挑戦したんだけど、成功したのは専門家だけ。彼女の女神エリシアもできなかったんだよ。それとも刻印を受け継いだ君はもともと折り紙マスターだったりして。あ、ちょっと話がそれたかな。とにかく宝探しの発動には特殊な窮地に陥ることが必要だった。そしてクリアしたご褒美に、私はガイドとして君をここから出してあげる。その原理の説明はとても難しいから、これだけ覚えておくといい。真実で虚妄を作れるなら、虚妄で真実を作ることだってできるんだ。英傑の刻印をすべて受け継いだ以上、君にとっては終焉も成婚計画も人類の運命の終点じゃない。そしてもう一つ、つまり彼女に関する件なんだけど、やめておこう。やっぱり本当のバックドアでまた話すことにするよ。あまり期待しすぎないでね。あなたって結構頑張る人なんだね。私が助けてあげる必要はないみたいだ。エリシア、ビルビー、私は長い夢を見てたの。夢どころじゃないでしょ。30分も消えてたんだから。キアナちゃんとブローニャちゃんは大丈夫？大したことはないよ。このエリアを調べた時、彼女たちも幻覚を見たみたいだけど、幸いデュランダルがすぐに気づいたから、あなたと同じ目に遭うことはなかった。さあ動かないで、あなたの状態を確認するから。よろしい。後遺症は特にないみたいだ。キアナたちのところに行ったら、私は別の用事があるから。待って、四季の律ちゃん。他に何か用？先に言っておくけど、私は今本当に忙しいんだ。私が消えてたって一体どういうこと？私がどういう状態か分かってる？
つまり今のあなたは委員長から独立した状態ってことかしら。ふん、大雑把に言うと今の私は一枚の羽でしかないんだ。でもその羽が一体何なのかあなたたちは気になったりしないの？都政の羽の一部なのよね。じゃあ都政の羽はどうやって作られたの？前期限の立社校で。あ、まさか断りの立社の状況みたいに都政の羽の羽って実は。うん、近いね。普通羽は一種の記録装置もしくは特殊な通信機として使えるけど、本質の話をすると羽は立社コアの内側、虚数空間と現実をつなげる一つの接続口なんだ。ゼーレが漁師の海に消えたって話を知ってるでしょ。私の現状もさっきまであなたが体験してたこともどっちも似てる。唯一の違いは私たちの実体を否定したのは漁師の海じゃない、虚数空間だ。ただ私のコアは生まれながらにして内外反転が得意だけど、あなたたちは苦手みたいだね。幻覚とか夢とか急に消えるとか、空間が混乱した場所で起きる生根計画のあらゆる影響はそういう内外反転と関係があるんだ。やっぱりウサギの仕業なのかしら。それはどうだろうね。さて、私は先生なんかじゃない。あなたたちの味方に科学者は何人もいるでしょ。これ以上複雑な質問は彼女たちに聞けばいい。いろいろ手伝ってあげたんだから、私もそろそろ休みたいんだ。キアナちゃんとブローネちゃんのところに行きましょう。